身4本交代を相手の面をしっかり打ち切る、そこはポイントです。以上、
度は着地、まあ、同じ位置でジャンプしますから、それがこう前後左右の着地点がばらけないように、基本的に同じところでジャンプができるように頑張ってください。あと早くやるからって手が上がらないですね。頑張って上から上から上からのところまで、この辺でこうへーへーへーってやったら全然いいじゃないですかね。なるべく大きく、早くなってもいいから大きく行きましょう。はい、行きましょう。それからもう
あれでも面のところに面をしっかり面のところに行かないと失敗じゃないですよ。あの相手が低いなら低いなりに当たり前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 に友達の面の位置を打つということはだこれ別に条約的に関わらず、あの最後にある、面体当たりからの面の位置も同じです。それも、まあ、相手の面の位置を打つということをしっかり左手を上に上げる。はい、次。じゃあ、腕を外しましょうか。はい、これから2つの命令は固定なしで、1つ目は持ち替え方で切り返し、ね、左右に竹刀を持ち替えながら面を打つ。
Thank you.
手をつけましょう。はい、元戻ってください。元立ち、はい、最後、切り返しの最後、総仕上げですね、正面を打って、体当たりをして、全身の本、後退後、最後面を打って抜けると、一息の切り返しです、これを今までやってきた切り返しのいろんな要素をこの一息の切り返しの中にぎゅーっと押し込んで、やりましょう。ね、さっきも言ったように、柔らかく左拳を頭の上まで上げる、大きく、大きくダイナミックに、切り返すというところを頭の中に入れて、はい、息を吐く、はい、はい、行きましょう、はい、にゃWe'll be right back.
あ、疲れた。はい、引き返しのおしまいです。はい、次、面の打ち込みをやります。最初は、フリックフラローをやめましょう。そう。
て前にポンとドライブさせる考え方を養いましたね。こんな前立ったところから、左足にしっかり力を込めてポンと体を前に出ます、そこを意識してやりましょう、一足一動ですから、一足一動ですね。これはかかり手がどう、自分の一足一動はどこだっていうのを自分で入ってます。友達は構えてる状態ですね。そこにスッと入って自分の一足一動をつける。そこから一歩で打つ、
そう。Thank you.